アレクサンダー・ブレイディ・ベルドゥーゴは、アメリカ合衆国アリゾナ州ツーソン出身の、プロ野球選手、左投げ左打。MLB のボストン・レッドソックス所属。メディアによっては、バーデューゴ、バドゥーゴ、バドゥーゴ、バーデューゴと表記されることもある。2014年の MLB ドラフト2巡目で、ロサンゼルス・ドジャースから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグ・ドジャースで、 プロデビュー。パイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズでもプレーし、2球団合計で54試合に出場して打率。353、3本類が41打点、11盗塁を記録した。2015年は、A 級、グレートレイクス・ルーンズと、A 級ランチョク・カモンがクエークスでプレーし、2球団合計で124試合に出場して打率。 311、9本類六61打点、14盗塁を記録した。2016年は AQ タルサドリラーズでプレーし、126試合に出場して打率、273、13本類六63打点、2盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、グレンデールデザートドックスに所属した。さらに11月には、 サムライジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合のメキシコ代表に選出され日本戦では野村雄介から本塁打を放った2017年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは28位ドジャースの組織内では2位にランクインしたシーズン前第4回 WBC にメキシコ代表として参加したシーズンでは開幕から トリプル A 級オクラホマシティドジャースでプレーした。6月28日にオールスターフューチャーズゲームの世界選抜として選出された。9月1日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のサンディエゴパドレス戦にて8番中堅守で先発出場してメジャーデビューを果たし、翌2日の同カードのダブルヘッダー第一試合でメジャー初安打を放った。 2018年も、主に AAA 級オクラホマシティでプレーし、オールスターゲームに選出された。たびたびメジャーに昇格し、計37試合に出場した。2019年は開幕ロースター入り。主に、AJ ポロックの離脱中に出場し、107試合で打率。294、12本塁打、44打点を記録した。8月6日に、 複写筋の針と背中の怪我で故障者リスト入りすると、そのままシーズンを終えた。2020年2月10日にデビットプライス、ムーキーベッツとのトレードで、ジーターダウンズ、コナーウォンと共にボストンレッドソックスへ移籍した。現在は2023年をメドニーに投入を目指している。なお、先発投手ではなく中継ぎ投手を目指している。年齢離れした打撃センスを備え、 将来は20本類だ20盗塁も可能と見る声もある。また、高校時代は、投手としても活躍しており、マイナーでは2015年からの2年間で、計3 7補殺と、強権も武器。ありがとうございます。